岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まず小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。バッターボックスには指名打者の柳田、田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球時、打順は3番坂本、ツーアウトになっています。さあまず1球目、最初は変化球持ってきました、ストライクです。アウトコース、ノーボール2ストライク、打ちました。さあこれからイーグルスが守備につきます。バッターは相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。これが1球目、打ちました。バッターは2番に入っている坂本、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。インコース詰まりました。打席には3番バッター森、ツーアウトになっています。この回の千賀3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、理想的なピッチングだとは思うんですよ。はい、そうですよね。流しました。そして打席には柳田が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。次が2球目、引っ張った、2回になります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番丸。イーグルス得点に動きはありません。0対0。インサイド落ちました。打順は5番吉田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいです。ランナースタート、ふわふわっと上がった。バッターボックス浅村、ワンアウトになっています。まずはインコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。外のボール打っていった。バッターは7番に入っている中村、ツーアウトになっています。まあ送球がうまいキャッチャーですから、ランナーは走りにくいでしょうね。ああそうですね。外野が下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先した体勢です。変化球打った。2回の裏ホークスの攻撃、バッターボックスには5番吉田。イーグルス得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ふわふわっと上がった。バッターは6番大山、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の松田。さあ西さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。さてこの松田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、いつも残せて大きいのも打てる、パワーとテクニック。うちのボール打っていった。バッターは7番に入っている太田、ツーアウトになっています。この回の千賀4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。
157キロストレート打った。ここでホークス守備を変えてきました。3回に入ります。イーグルスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の中田。イーグルス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球は外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。さあ、そしてバッターボックスには小林が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、もう終盤。バッターボックスには代打の相澤。田口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。打者の内角をえぐるような投球でした。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。外のボール打った。さあ、そして打席には亀井が入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。ここでイーグルス守備を変えてきました。これから3回の裏、ホークスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは菊池。バッターボックスには代打の山田。大歓声を背に打席に立ちます。さあ、西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね。変化球打った。さあ、そしてバッターボックスには内川が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、バッターボックスには代打のグラシアル。ホークスランナーを進めています。ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。怖いバッターが続きますね。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。バッターボックスには代打のムスパイネ。ホークスランナーが出て満塁となっています。いいコースですが外れています。2球目は何で来るか。インコース空振りです。次が3球目。ストレート打った。アウト。これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも、特別ルールにより楽天イーグルスが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さん。